白旅旅販売店旅倉旅とは、和装の際に足に直接履く衣類の一種。日本固有の伝統的な衣類で足に履く一種の下着である。木綿の布でできたものが一般的、小ハゼと呼ばれる特有の留め具で固定する。日本の伝統的な履物である草履、下ゲタ、たなどを履く際に用いるため、つま先が親指と他の指の部分の二つに分かれている。 旅の起源は、奈良時代には存在したとされる下渦と呼ばれるもので、冬階級が用いた指の股の分かれていない鹿川の一枚物から作られた外履きである単川とも呼ばれた。この単川が旅の語源とされている。和名類受賞には大花として記載がある。室町時代から安土桃山時代にかけて特に紫色の川旅が流行し、今日の歌舞伎、舞踊、 狂言の色旅に名残が見られる。江戸時代になっても革製の旅が多かった。川旅の材料は、聖徳頃まで外来物が多かった。中国都来のものを小人川と呼び、革薄く肌細かに柔らかであった。他に、シャムから来たシャム川があったが、小人川より毛羽立ちが早く厚いため、下盆とされた。教法以降は、国産の川が使われたが、 毛羽立ちやすく質が悪かった。それまで一般的だった川旅は、歓永十六年の鎖国令や明暦三年の明暦の大化で次第に不足していき、それに代わって特有の匂いがなく履き心地の良い木綿旅が男女共に普及した。その初期において木綿旅は長崎旅とも呼ばれていた。これは、非全国名物であったためとされ、白木綿、無地染めの他に、 白絵の旅や染め分け旅もあったという。寛永頃の旅はねざしにした旅が当時の流行だったと見える。梅ざしとは晒し木綿に木縫いで刺したものである。梅刺しの旅は漢文から玄の句に至るまでも流行したと見え、西閣の一大女にもその記述がある。当時の旅は一般に足首の部分を覆うほど筒が長かった。元禄頃になって木綿旅は 勢い州、山田、上州高崎が名産地とされ、特に高崎産の旅は、包み近く、高崎旅と呼ばれた。当時の女性の内職に旅刺しがあり、また旅用木綿生地も別で生産されていた。綾織の厚い木綿地、雲彩式などが出現した。最核の一大男には、雲彩式の袋旅との記述がある。袋旅とは糸を刺してない旅のことである。 雲彩式は当時の建物たちに愛用されていたらしく、一般には、うねざしの木綿旅を履いていたようだ。その他、贅沢な出す旅なども一部に広がった。また古問の旅もあったという。強法になって、初めて筒の短い旅が一般化し、これを半グツと称した。また徳川吉宗は高刈りに、コン旅を履いたので、それが、武家風俗に入り、 やがて町人も真似することになった。当時の色調はまちまちであったが、次第に白と紺に落ち着く傾向にあった。晒しの袋足袋や薄かき色の足袋は悪い好みとされ、まだかき染めのような足袋も見られた。その他に、薄ネズミ、ちくさ染めなども見られたという。法暦年間に夏、足袋ができて以降、一年中履かれるようになったという。製法も次第に成功になり、 表の記事や底の記事の耐久力も増してきた。そこは、運載や指定によって、モメンテーより強くなったが、なお破損しやすいので、新州から算出した新州裏が専用にされた。後には、江戸で作られるようになったが、なお新州裏と呼ばれた。旅は、甲と底に分けられ、甲はさらに、親指側のうち甲と四本指が入る、外甲に分かれている。 足袋の留め具も紐、ボタン、小ハゼと変化した。初期の足袋は足首部分に紐が縫い付けてあり、紐を結ぶことで脱げ落ちないように留めていた。さらに木綿製足袋の普及と同時に、紐留め式からボタン留め式へと足袋を留める方式は変化していった。現在の足袋は小ハゼと呼ばれる金属製の金具を受け糸と呼ばれる糸のループに引っ掛けて留めるようになっているが、 この方式は、江戸後期から明治前期にかけて普及したものである。20世紀初頭の旅黒旅を履いた男たちによって、担がれる祭りの三越川旅では、熊川、鹿川、猿川が用いられた。木綿旅は、平織りで、白生地の旅が一般的である。一般的には表、裏、そこともに、綿素材が使用されるが戦後河川の流入により、綿、 ポリエステルコンボ製地やナイロン糸トリコット足袋などが発生してきた。素材別の足袋は綿などの織物とトリコットなどの編み物に分類される。綿等の織物で作られた足袋は大きく伸縮することが難しいのでサイズ構成もセンチ単位だが、編み物等ニット製品で作られた足袋は伸縮にゆとりがあるため、多くは S、M、L、2リットル、3リットル、 4リットルとサイズ表示される。かつては分数で表記されていたが、現在はセンチメートル表記が広く用いられている。さらに各メーカーに独自の幅表記がある。ほとんどの既製品は人差し指の先が親指より短くなっているが、人差し指が親指より先に出る方もメーカーによっては少数ながら生産されている。旅カバーは場所で訪問などを行う際、 屋外移動時に装着中の旅を汚れから保護する目的で重ね破きする旅型のカバーである。基本的な構造は通常の旅と変わらないが汚れがつきにくい素材を使用する。また旅の汚れ防止目的で装着するためマナーとして訪問先の座敷に上がる前に玄関先で取り外す必要があることから短時間で簡単に脱着できるよう止め具には小ハゼを。 使用しない靴下状のものもある。さらに、和装のまま家事を行う際に、旅の上から重ね履きする場合もあり、活動しやすいよう底が、ゴムで滑り止め加工されていたり、本体に撥水加工が施された旅カバーも存在する。埼玉県行田市にあるかつての大規模旅、工場経済産業省が2010年度に行った工業統計調査によると、 全国旅類の年間出荷額は約26億円である。都道府県別に見ると、徳島県の年間出荷額は約8億円。ついで、埼玉県が約5億円で、岡山県が約1億円となる。徳島県は全体出荷額の約30%を占めており、旅の名産地として知られている。2004年4月に、徳島県旅工業会の旅が、 徳島県で伝統的特産品に選出される。1938年時点では埼玉県で8400万足が生産されており、行田旅として知られる埼玉県行田市が全国生産の約80%を占めていた時代もあった。行田市にある旅の保管庫は旅蔵と呼ばれ、旅蔵の町行田として日本遺産に認定されている。 また、行田の旅製造用具及び製品が国の登録有形民族文化財となっている。旅は歩く際、足の指でしっかりと地面をつかむので筋肉が自然と鍛えられるので外反母止の予防になる。ありがとうございます。